日本に来てびっくりしたことってなんかある？ある。何？電車に乗ってるとき、みんなリュック前に持ってる。ああ、あれか。そう、みんな妊婦さんみたいだった。なんでだよ妊婦ではないだろう。だってさ、後ろに抱えても前に持ってもさ、あんまりさ、結局さ、幅は変わんないから。変わるんだよ。みんななんかちゃんと前にするからすごいなって思う。あれでスペースできるんだよ。大事なんだよ。